ございます。カブパパです。ここはですね、小田の駐車場ですね。ということでございまして、今日は豊胸山を登ります。はい、小田の駐車場もね、朝半分ぐらい、まあ空いてたんですけど、もう続々車が入ってきますね。もうさすが人気の山、豊胸山です。いやーすごいな、まあそうだな、これ豊胸山ブルーかはい、改めましてね、おはようございます、カッパパです。今日はね、日曜日の朝なんですよ。で、昨日の、まあ昨日でも、もうほんのね、何時間だろう、8時間、9時間前ぐらいは、YouTube ライブやってたんですよ。で、まあ株ママ会ということで、株ママがメインでね、メインって言ってもね、結構僕喋っちゃったんだけど、まあ株ママに対する質問ってあんまり受け付けてなかったんだけど、まあ、今回いくつかね、その質問をいただいて答える、まあそんな感じでやらせていただきました。それがね、昨日のね、もうほんの 7、8時間前で、昨日ね、明日どこ行くんですかってご質問があったんで、まあ明日は豊胸山でも登ってみようかと思いますというような話をさせていただいたら、じゃあ私も行ってみますとかね、まあ、いう方結構いらっしゃいましてね、視聴者様とね、山でお会いするのを非常に楽しみにしてます。はい、ということでございまして、極楽寺コースですね。はい、で沢沿いを歩くんで、非常に滝が多いところなんですよ。水音がね、非常に心地よくて、こうなんていうかな、こう見えないけどね、こうマイナスイオンがバーって飛んでる感じですね。はい、そんないいコースを登って、降りはね、まだ下りで使ったことがない、小田城コースかな、そこで降りてこようと思います。はい、イノシシゲートを過ぎてね、すぐに、分岐です。で、五輪塔はもうすぐそこなんですけど、もう何回も行ってるんで、今日は直接ね、今ここですけど、極楽寺コースを上がって順平歩道を経由して山頂に行きたいと思います。いやー綺麗な水だね。はい、ここはね、まあ、こんな独特の地形をしてるんで、方々に滝があります。 あそこにもあったね。慈悲の滝、あ、本当ですか。はい、あ、わかります。秋尾さん、はいはい、何度もコメントに入れていいですか。はい、今日はね、
7時半から宝鏡山登りますよっていう風なご案内をね、昨日のライブでしたこともあって、ね、たまたまの方もいらっしゃるんでしょうけど、視聴者さんね、朝からずっと声かけられておりましてね、非常にありがたいことですね。本当に励みになります。本当にどうもありがとうございます。はい、でもこのコースは本当にいいですよね。お、ここもね、なんかね、名のある滝じゃないの、何滝だか分かんないけど、いい感じの滝ですね。あれに見えるわ、かなり有名なパックマン岩だね。どれぐらい大きいかね、ちょっとカムママさんに入ってもらいましょう。あ、これはね、何度も見てますね。有名な滝です。白滝って言うんだっけな。白滝。夏場はね、水量が多いんで、結構勢いよく出てます。はい、このね、極楽寺ルートの中じゃ、多分一番規模大きい滝だと思います。何の滝っていうのか分かんないけどね、ちょうどちっちゃい氷瀑がありますね。可愛いけどね、ミニ氷瀑。はい、ではね、はい、あまり道草ばっかりしてると昼過ぎになっちゃうんで、そんなことはないと思いますけど、山頂に向かいます。またね、巨石の脇を通ってもっともっと上に行きます。はあ、はい、ここはね、順平歩道の分岐ですね。そう、ここはね、休憩スポットになってるんで、でしかもね、ずーっと林間コースだったんだけど、まあ、ここに来て空が開けたんで、ね、気持ちいいですね。おお、あれはどっち側だろうね、土浦かな。おお、富士山がでかいね、これ。富士山でかい。見えますかね。一気に登ってきたら疲れて。はい、順平歩道ね、ここまで来ました。左が山頂、こっちね、
で、この Y 字の右だと常願寺コースですね。で、ここはね、何度も通ったことありますけど、結構な急登です。昨日ねとね、まあ、岩のミックスなんで、まあ、今日乾いてる時いいんですけどね、ここぬかるんだ時の下りが怖いです。はい、行ってみましょう。ここ登り切るとね、山頂下の平らなところに出ます。はい、あ、ここはね、常願寺コースと極楽寺コース、山頂に行くルートの、まあ、三股ですね。こんな風にね、広くなってるんですよ。テーブル椅子もいっぱいあるしね、ほんとここね、僕ね個人的に大好きでね、もう天国平って呼んでるんですけど今日はまだね、このお昼食べてる人はいないですね。9時台ですから。だけどね、お昼近くなってくるとここでね、お弁当を食べてる方が結構いらっしゃいます。はい、ここから山頂まではもうほんとあと10分ぐらいかなね、まあ、ゆっくりゆっくり登ってきましょう。じゃあ、はい、山頂下のね、ここはバイオトイレですね。いや、今日は誰も並んでないや。いや、前の動画でもね、僕言ったんだけど、本当にね、これくらいの低山でもきっちりトイレが用意してあるって素晴らしいですよね。本当にね、まあ、僕ね、まあ、茨城が第二の故郷だから茨城ビーチってのもあるんだけど、その第一の故郷の栃木県にね、見習ってほしいよね、こういうとこ。はい、ここからね、ぐーっと登っていくと、そこに、あれはなんだろう、電波塔かな、あります。あの向こうが山頂です。行ってみましょう。161m、 はい、宝鏡院塔ですね。再び来れました。今日はね、筑波山が半端じゃない。うわ、すごい晴れたね、霞ヶ浦。ご無沙汰。なんとね、山頂で登山 YouTuber のベルママさんにお会いしました。今からね、ベルママさんおすすめの場所へと移動します。はい、ここはですね、宝鏡さん動画でおなじみの、ベルママさんのね、個人的に所有しているそんなことないか。
はい、ベルママ動画でねよく出てくる、テーブルと椅子ですね。はい、あーここいいよね。あれが霞ヶ浦かな。はい、ここはね、下浅間神社の、いわゆるあのベルママテーブルと言われているところです。で、そういうことでね、今回は、カブバ動画、2回目の出演となります、山 YouTuber 登山 YouTuber のベルママさんです。はい、こんにちは。はい、大勢以来ですね。はい、で今日ね、ここはねもう山頂よりもね非常にこう眺めがいいところで、まあ、一等地なんですけど、まあ、ここのねよくベルママ動画で出てくるこの机と椅子、ここでね一緒に何か食べてみたいと思います。とりあえずこれピラフです。まあ冷凍ピラフ温めただけだけど、ね、でベルマさんはね、はい、肉まんと、あごめんなさい、あんまんとピザまんです。あんまんとピザまん、はい、ムスティンでふかしました。はい、ベルママにいただきました。はい、綺麗にね食っちゃいましたね。あ、ベルマはごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こちらこそありがとうございました。はい、ということでね、通称ここベルママベンチで、美味しいお昼をね、まあ、シェアしながらいただきました。ということで、じゃあ、とっとと下山しましょう。行きましょう。行きましょう。あっという間に来ちゃった。はい、妖怪展望台です。ね、ベルママさんとね、山の話してきたらね、あっという間にここまで来ちゃった。あ、どこら辺がねスカイツリーだかわかんないですけど。はい、小田の駐車場です。いやー戻ってきた。はい、というわけでございましてね、今日はね、一言で言うと両手に花という登山で、両手に花登山。まあ、帰り道はね、本当にね、いろんなことを喋りながら歩いてきたんで、本当ね、10分ぐらいしか感じなかったですね。あっという間でしたね。はい。まあ、そんなことでね、またベルママさん、一緒にね、山歩き、よろしくお願いします。ありがとうございました。